ジャクラパンケオプロムは、タイ王国、ブリーラム県出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ベックテロ・サーサナ FC で、プロサッカー選手としてのキャリアをスタートした。当時のベックテロ、サーサナは、セントラルミッドフィールダーの選手が多かったため、右ミッドフィールダーや、右サイドバックのポジションに、コンバートされた。2010年、ムアントニーユナイテッド FC に移籍した。 ムアントニーユナイテッドで非常に良い,いプレーを見せ、2010シーズンのタイプレミアリーグ優勝に貢献した。2011年、生まれ故郷のブリーラム県のクラブである、ブリーラムユナイテッド FC に移籍した。ブリーラムユナイテッドの主力の一人となり、2011年の三冠達成の大きな原動力となった。2013年は、負傷により前半戦を欠場したが、 フリーラムユナイテッドと契約延長で合意した。2013シーズン後半戦の第20節チャイナーと FC で復帰し、リーグ戦10試合に出場した。AFC チャンピオンズリーグ2013は、準々決勝のエステグラルテヘランとの2戦目に途中、出場した。ランコ・ポポビッチ監督のもと、ボランチへと再コンバートされ、中心選手として活躍。 2008アフスズキカップで大代表に初招集された。2011年7月23日、2014FIFA ワールドカップアジア予選2回戦のパレスチナ戦で初得点を記録した。同3回戦のオーストラリア戦ではティーラシン・ゲンダーの先制ゴールをアシストした。2013年 AFC アジアカップ2015メンバーに選出されると、 11月15日のイラン戦に先発フル出場した。ありがとうございます。